どうも皆さんこんにちは、ゆずぴです。今回なんですけれども、皆さんはね、憧れの人っていますか？今回は僕の憧れの人のお話をしようかなというふうに思っております。で、これはまあ僕の小学生時代に遡るんですけれども、僕はね、もともと同じマンションに住んでた女の子のことがもうめちゃくちゃ好きだったのよ。小学1年生ぐらいからずっと好きで、その子のもうお尻ばっかずっと後ろについてね、追っかけ回してたの。その女の子のところに、とある日に、家庭訪問に先生が行ったんですよ。で、同じマンションだから、僕の家にも来たし、その女の子の家にも行ってたんだよね。で、普通にその日家庭訪問は別に終わったんだけど、その、二日後ぐらいかな。全然知らない、自分よりも、全然背の高い女の子から、僕本名は別にゆずきじゃないんだけど、ゆずききんって言われたのよ。ゆずききんって何みたいな、思って。で、今でこそもう金一族って言ったらもうヒカキンさんがいるからさ、そんなことになったらヒカキンさんのあれかなみたいな思うと思うんだけど、当時は僕小一だったからね、ヒカキンさんはまだ流行ってなかった時だから、金ってなんやねんみたいな、その悪口かなみたいな思ったのよ。そしたら、そのお姉ちゃんが、え、だって、〇〇が、ゆずききんのことを、ゆずききんって言ってたよって言って、あ、この女の子は、その僕の好きになった、仮に、A ちゃんって言いますけど、A ちゃんの、お姉ちゃんだったんだって。で、後日、その A ちゃんから、めちゃくちゃ謝られたの。なんか家庭訪問で、今一番仲のいい人とか、なんか誰ですかみたいなことを聞かれて、いや、ゆずきくんって言おうとしたのに、それを噛んじゃって、ゆずききんって言ったら、それを聞いてた先生とお母さんとお姉ちゃんがめちゃくちゃ大爆笑して、お姉ちゃんが、それ誰、その子に会いたいんだけどってなったから、急に話しかけたらしいねっていう話を、後日聞いたんですよ。それから、そのお姉ちゃんが僕にめちゃくちゃ構ってくれるようになったのね。今じゃね、絶対考えられないけど、当時小2と、2個上ぐらいだったかな。そう、小2と小4とかだったから、もう手とかも繋いでいってたわけよ。もうそれは別にもちろんだけど、恋愛としての手繋ぎとかじゃなくて、多分向こうとしてはほら行くよみたいな感じの、もう犬みたいな、ほら行くよこっちだよっていう、その、女性のそう、なんていうの、母性本能みたいなのの、その手をつなぐなんだけど、それでも、当時少年ゆずきはめちゃくちゃ嬉しかったし、周りにいた友達とかも、お前いいな、みたいな感じだったの。それはすごく覚えてて。その時点では別に好きっていうのはそんなになかったんですよね。で、もう何年も何年もずっとこう、そういう日々が続いたわけよ。同じマンションだし、帰ってくる時間も同じだから、多分ほぼ毎日ぐらいで顔合わせてたんですよね。で、ロビーってところがあったんだけど、そこで僕らはさ、その、小学生の時は結構集まって遊んでたりしたから、ほぼ会うと毎日話すみたいな感じだったの。それでも、別にただのお姉ちゃん、好きな人のお姉ちゃんでしかなかったのね。で、僕が小学5年生の時です。2個上だから、もう、その、お姉ちゃんはもう卒業してるんだよね。で、それは運動会の時に起きたんだけど、僕は借り物競争に出場したのね。で、用意バーンで走っていきます。紙パッて見たら、それが、女の人って書いてあったの。女の子って書いてあったのかな？そう、書いてあって、女の子みたいな。ね、そんなこうさ、ノリよく、行こうぜなんて言える女子もいなかったし、女の子ってなって、先生とか選んだら、それは盛り上がったんだろうけど、小5だし、なんかそういう面白いってこともなんかあんまりこう起点聞かせてできなかったし、焦りに焦りまくってたの、もう女の子みたいな、どうしようみたいになってて、そしたら、すっごい綺麗な女の人が、行くよって言って、僕の手を引っ張ってくれたの。当然、誰？と思って、パッて見たら、その、お姉ちゃんだったの。しかももう中学生に上がって、なんか化粧とかもしてて、すっごい綺麗になったの。多分その中学生になってから部活とかやったりして、その下校時間が全然変わってきたり、登校時間も変わってたから、多分1年くらいずっと会ってなかったんですよね。で、その女の子、その友達からは聞いてたんですよ。なんかお姉ちゃん元気みたいな話はしてたんだけど、いや今部活でめちゃくちゃ忙しくてみたいな話を聞いたし、別に僕も、
ね、僕としてはその子に会えればいいわけだし、別にお姉ちゃんは別にそこまで別に会いたくはなかったのよ。そしたら、もうその綺麗な人がもう、当時、小学2年生を思い出させるかのような、もう行くよって言ってこう、手を引っ張られて、あーあーみたいな感じで、連れ去られたわけよ。でも一緒にゴールして、パッて顔見たら、ゆずっきん、久しぶり、元気してたみたいなこと言って、めちゃくちゃ、おどおどしてたね、さっき、みたいな。私がいてよかったね、みたいな感じだったのよ。でも僕は、もう小学5年生で、それなりにもう思春期入ってきてて、まあ、いや、ありがとう、みたいな感じで言ったんだけど、もういいよいいよ、みたいな。まあ、じゃあね、とか言ってもう言っちゃったんだけど、その時からだね。あ、これもう好きなんだって自分の中でなっちゃって、なんか気がついたら、興味ないとはいえ、なんかその子のことが本当は、その女の子の同級生の子の方が好きなはずなのに、気がついたら、そのお姉ちゃんのことやっぱずっと考えたんだよね。それなんか、小学5年生ながら、なんだろう、なんか遠くに行っちゃうって思ったんだよね。なんかこう、化粧もしてたし、服装も、今までなんだろう、オーバーオールみたいな、可愛い系の格好から、綺麗系に、ワンピースみたいなのに変わってて、今まで2歳差ってそんなに大きく感じなかったのに、なんかその2歳差の壁がすごくでかく感じたの。まあそんなこんなで、まあその日から、まあちょっともう完全に意識だよね。もうその子がもう会いたくて会いたくて、もう仕方なくて、でもその同級生の A ちゃんに会わせてくれっていうわけにもいかないし、家に上がり込むわけにもいかないし、いやこれどうしたもんかと思って、小学5年生だから、もうずっともう夜の18時過ぎとか部活帰ってくるのそんぐらいだったから、もうそれぐらいまで張って待ってたりして、で会うとそのお姉ちゃんは、もうヤッホーみたいな感じでこう手振ってくれたわけよ。はぁ、もう好きだな、みたいな。でも、なんかまあ、小5だったから、その好きイコール告白して付き合うってわけでもなんかなかったんだよね。まあ、そんな人当然小5だしからいないし、でもなんか誰かのものになってほしくないな、みたいな、なんか遠くに行ってほしくないみたいななんか思いがすんごく強かったの。だからもう1分1秒でもなんかこう、会話をね、しようと思って、なんか、自販機のね、飲み物見ながら、なんかこれ、なんか美味しいんだよね、とか言って、で、へえ、とか言って、買ってあげようか、お姉ちゃんだから、とか言って、なんかそういうなんか、なんて言うんだろう、ね、なんか、森七菜ちゃんっぽいって言えばいいのかな、なんとなく、パッて今出てきたのが、女優の森七菜さんだったんですけど、なんかまあそんな感じの、なんかこう、天真爛漫みたいな、もうお姉ちゃんが何でもやってあげるよ、みたいな感じの人だったんですよ。まあそんな日々がまあしばらく続きます。で、僕は引っ越しすることになったんですよ。中学生に上がるときに、まあもういい機会だし、まあいろいろまあマンション内でまあいろいろあったんだけど、そういろいろあって、まあ引っ越しすることになったんですよ。区も全然違うところに引っ越しちゃうから、もう会えないねってなるじゃん。で、ずっとそれから会おうって思ってたけど、なぜか、会えなかったの。そのロビーの絶対通る道で待ってたんだけど、帰ってこないし、会えなかったんだよ。それで僕はもうその家を引き払っちゃったから、おばあちゃん家にしばらく住んでて、それから2ヶ月くらい車で学校に通うっていう生活をしてたんだよね。自分の中ではもうずっと悔い残るじゃん、当然ね。ああ、もうなんか、もやもやするし、ただやっぱり、ちょっとね、思春期なのもあって、その A ちゃんにも、なんかこう聞きに行けないし、お姉ちゃん元気って言えないし、なんか会いたいとももちろん言えないし、いや、ちょっとどうしようみたいな感じで思ってて、でもまあやっぱりもう最後もう二度と、ね、中学も当然違うわけだし、もうこれを逃したらもう二度と会えないな、し、もう最後にまあ思いだけでも、伝えておこうと思って、手紙をね、書いたんですよ。卒業式の日に、その A ちゃんに渡して、まあ、ゆずききんだよ、ゆずききんからだよって言って、渡してもらおうと思ったの。で、まあ、そわそわしながら、卒業式、迎えます。ここからは、まあ、前も動画で話したことあるので、もしかしたら聞いたことある人もいるかもしれないんですけど、まあ、親が、その、手紙をね、読み間違えてて、ゆずき、明日は10時〇〇分から、登校だからねって言われて、
まあ、本当は僕もちゃんとその先生の話を聞くべきだったんだけど、まあ、やっぱお母さんにそう言われたらそうっていう謎のなんか信頼があったから、まあそっか、じゃあお母さんが言うならまあそれでいいやと思って、10時までぐっすり寝てたら、もう先生から電話かかってきて、おゆずきお前今何してんだ、早く来いよ。まあもうとっくに写真撮影の時間始まってんぞってなって、もうお母さんとね、僕でもう飛び起きて急いで、もう準備して、でも手紙なんてもうそれどころじゃないよ。もう、その好きな人の、その人のね、あれこれもあるけど、それ以前に卒業式だから、で、友達ともさ、いろいろ最後のやつもやりたかったし、寄せ書きとかもさ、で、本来こういろいろ書いてもらうじゃん。なのに寄せ書きももうろくに全然書いてもらえなかったし、もうそういうもう後悔が溢れちゃって、もう車の中でもめちゃくちゃもう泣いて、もう途中でも帰るとまでももう言い出すくらい、まあ泣いてたんですけど、で、まあ、学校に着いたら、先生にも怒られて、お前のせいでもなんかね、遅れてんだから、みたいな、早く泣いてる場合じゃないよ、みたいなことを言うんだけど、今考えたらね、いや、卒業式なんだから、もうちょっとさ、温かくさ、そこは先生としてちょっとそれ、違くないってちょっと思っちゃうんだけど、卒業式だよ。別に普段のなんか、あれだったらさ、そう、怒るのはいいんだけど、卒業式だったらさ、なんかもうちょっとこう、明るくさ、なんかこう対応してよって思うんだけど、今だったらね。で、まあ普通に、まあそれからはもう、友達と普通話して、もうその子にも伝えることもなく、普通に終わりました、卒業式が。で、それからもう10年くらい経って、もう21に今なりましたけど、もう今何やってんだろうなって、今23だよね。もう多分就職してるのかな。いや、すごいなんかバリバリ働いてんだろうなって思うし、妹さんはどうやら超難関大学に入ったらしいので、いやお姉ちゃんもまあさぞカリスマしてるんだろうなっていう風に思ってます。いつかね、なんかこう深いとかやったらなんかこの動画届いて、ねゆずききん久しぶりって言ってなんか会えたりしないかななんて思わなくもないんですけど、まあ、この話をすると、まあ、ちょっとさらにもっともっと長い話になっちゃうんで、今回は端折らせていただくんだけど、実はその妹からめちゃくちゃ嫌われてるんですよ。 A ちゃんから僕めっちゃ嫌われて、それは中学にいろいろあったからっていうことで、まあもし機会があったらゆずき中学時代のそのなんで A ちゃんに嫌われたのかっていうお話をしようかなって思うんだけど、実はもうめちゃくちゃ嫌われて、 LINE も追加する機会が実はあったんですよ。実はあったんだけど、いや向こうから、いやあんなやつ友達じゃないし、もう普通に関わりたくないからっていうのをバシって言われちゃったんですよ。それはまあ僕が悪いというか、まあいろいろこう複雑な理由があるんだけど、まあそれはまあ別のお話っていうことで。っていうことでね、まあ皆さん本当に初恋は大切にしてほしいなっていうふうに思います。はい。ってことで僕の甘酸っぱい恋愛トークでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。